じゃあキムです。今日はスラッピー K グラインドのハウトゥーしたいと思います。スラッピーは弾いちゃダメです。テールも踏んじゃダメですよ。足の位置はこんな感じで、ちょっとつま先が出てて、まあ出てなくてもいいかもしれないです。まあ出てる方がやりやすいと思います。右足はトラックの上で、右足もつま先出てた方がいいですね。まあ出過ぎ取ってもいいかもしれないです。これはちょっとやりにくいですね。両足だからちょっとつま先出したり、打算よりか出してる方がいいんじゃないですか。進入角度なんですけど、80度ぐらいかな。まあ70度ぐらいか80度ぐらいか。このぐらいの状態から、思いっきりつま先で、グニューってするんですよ。グニューってしたら、いい感じにこう曲がるんで、このグニューの力を利用して、このままテールが入る。テールは踏んじゃダメです。もう絶対。つま先体重じゃないんですよ、これは。つま先なんです。もう、体重とか考えてたら、つま先。ほんまにつま先。つま先。マジでつま先です。つま先体重とか考えてたんですよ。つま先なんです。このトリックもほんまにつま先なんです。それだけは分かってください。つま先体重じゃないんですよ。つま先なんです。つま先。大げさに言ったらね、この状態でいってる感じです。ここでいけばもう勝手に入るんで。このトリック基本的にあんまり力みすぎてたらね、バチンって跳ね返されるんですよ、遠赤に。だからもう脱力、これも脱力ですね。タコとかイカとかガムとかグミとか、タコとかイカとかタコとかイカとかガムとかグミとかみたいに脱力していく。しっかりつま先でシェアして、ガッチンコ。そんな感じやね。このトリックもうほんまにつま先なんです。つま先、マジでつま先です。それだけは分かってください。脱力、これも脱力ですね。タコとかイカとかタコとかイカとかガムとかグミとかガムとかグミとかガムとかグミとか。姫ちゃんのリボン。アウトはこの状態から、ノーズに足貼り付けた状態押し。これも脱力ですね。タコとかイカとかガムとかグミとかみたいに脱力してもらった状態で、フッとします。この時のジャンプも脱力で、この時のジャンプもちょっと脱力気味でジャンプした方がいいですね。タコとかイカとか。あんまり力入れたら良くないんで。ガムとかグミとか。ジャンプって言っても5センチとかぐらいのジャンプ。ほんまにフッとジャンプする感じで。グッと前に押すような感じで、ノーズに足貼り付けてるような状態で弾くんじゃなくて、脱力してタコとかイカとかみたいに脱力してガムとかグミとかグッとやってください。脱力がかなり重要ですね。タコとかイカとかガムとかグミとか結構ね、最初は力んでしまうんでバチンって 弾かれるんですけども、力抜いていったら案外簡単にニュルッと入るんで、だから力抜いてタコとかイカとかガムとかグミとかみたいに力抜いてもらって入れて、あ、オッケーか。タコとかイカとか。あとはそうですね、スピード速すぎても怖いですけども、スピードなさすぎたらもう逆にもう全くできないですね、このトリック。ちょっと怖いかもしれないですけども、気持ちいいスピードつけるぐらいでもいいかもしれないですね。ガムとかグミとかっていう感じで、スラッピーの K グラインドのガムとかグミとかハウトゥーでした。タコとかイカとかガムとかグミとか。スラッピーの中ではそんなに難しいガムとかグミとかトリックじゃないと、多分一番簡単かもしれないですね。タコとかイカとか、これとかボードスライドとかは簡単かもしれないんで、ガムとかグミとか挑戦してみてくださいね。フィフティとかの方が多分難しいと思うんです。タコとかイカとかガムとかグミとか。Kグラは多分一番簡単じゃないですかね。ガムとかグミとか。やってみてください。ガムとかグミとか。じゃあガムとかグミとか。ご視聴。あざしゃ。タパス。